わけなんだ。シノンが読んでいた書物の通りの神獣が復活し、近隣の村が被害に遭っている。それでこんな大規模な討伐隊が組まれてるわけ。なあ、短期でどうにかなる相手じゃないからな。それに今回の討伐は弓使いの女の子がどうしても必要なんだ。なんでも神獣は暴走を繰り返し、死んだ乙女を求める言葉を吐きながら人々を襲っているらしい。今元いた神殿の場所へと戻っている。もう一度会いたいってことかしら。おそらくな。先発の討伐隊では女性の弓使いがいるチームしか迷いの森の奥には進めず、他は何度入っても入り口へ戻ってしまったそうだ。ゲームで言うなら条件付けされたクエストってところかしらね。そうだな。そもそもこうしたいわくつきの場所っていうのは物語としてはよくあるものだし、この世界には古くから様々な伝承や秘話が残されているものね。これはその続き。アドミニストレーターの抑止力が消えたせいで、本来ならさらに大きな物語となっていたはずのものが今動き出したとも考えられる。真相は何にせよやることは変わらないわ。敵を撃てばいいんでしょ。さすがシノンさん、よっ男前。ちょっと、私は弓使いの王と目、戦闘の腕を褒められるのはいいけど男扱いは嬉しくない。分かってるって。でも本当シノンは話が早くて助かるよ。あんた、私がなんでついてきてあげたか分かってないでしょう。そりゃシノンだからだろ。何よそれ。そのまんまの意味だって。さて、そろそろ仕事の時間だ。これから先のことは先発隊に説明を聞こう。悔しいが、俺たちでは先まで進めそうにない。あんたらが頼りだよ。調査隊を行かせたが、あんなに苦労して倒した魔物がまた復活していたらしい。なんとか倒して分かれ道の場所へ戻ると、三つ目の新しい道ができていた。おそらくあれが大神殿への道だ。しかし我々が怪我人の手当てをしているうちに、三つ目の道はまた閉ざされてしまった。森に入るとまるで誘い込んでいるかのように道が二つに分かれているんだ。どちらも行き止まりで恐ろしい魔物がいた。大森林の最奥の神殿は見えない力によって隠されている。これで一通りの情報は聞けたかな。そうね、分かれ道の先の魔物を倒すと道が開ける。とにかくどちらかの道に進むしかなさそうだな。